大泉さん質問です、はいはいはい。ファッションセンスが悪いという噂がありますが、自分ではどう思いますか。失礼だろ、この話を。ほら、来てるもん。来てるんですよ。本当に書いてるのか、ファッションセンスが悪い。答えてあげて、リスナーの声で。ファッションセンスの塊だよ、俺は、本当に。あ、じゃあ塊っていうことで。そうそう。はい、じゃあ続いて。もっとだからさ、違う質問あんじゃんよ。違う質問ですか。来てないの、このラジオ。来てますよ、来てますよ。川崎市吉江さん、ものすごく部屋が汚いというのは本当ですか。これ何、はい、それ汚い、はい、汚いとかすごいひどいとか、リスナーの声だもん。来てるんですもん。うちのリスナーの声。部屋は汚い。汚い。うん、汚いそうですね。汚い、はい。ありがとうございました。さあ、続きまして。答えたいね、もっといい質問に俺は。え、もっといい質問に答えたいよ。そうですよ。なんかないの、映画とかさ、今までの僕のドラマへの対応とか。ドラマ、ドラマ、来てます。ドラマ、来てます。ドラマ、来てます。ドラマ。35歳、主婦の方。その髪は天然パーマですか。ドラマでもなんでもねえじゃん。え、ドラマでもないドラマ。俺は、そのパーマまで。俺はこの世界って何度答えたか分かんないね、はい、天然パーマだよ。ああ、本当に分かりますね、やっぱり。天然パーマ。いや、これは今日はあれよ、この後テレビがあるから、はい、ちょっと伸ばしてもらって、ブローしてもらって。ブローしてもらって。ブローしてもらってるけど、基本的には天然パーマですよ。じゃあ質問以上かな。以上になります。はい。それではね、この大泉洋さんからのお知らせなんですけれども、ネズミ男と並ぶ、ネズミ男と並ぶ代表作、主演ドラマ、東京タワー、おかんと、これは良かったよ。DVD が発売になるんですね。最高だった、あれ。藤田さんの忘れ方に。そうそうそう。これは良かった。僕をやったんです。それそれ。この話を掘り下げてほしいんだよ。それも時間ないから。こちらです。特製ブック型ケースデジパック2枚組が4月20日金曜日いよいよ発売になります。ぜひ、こちらも見ていただいて、そしてその後、ネズミ男が活躍する映画ゲゲゲの鬼太郎は4月28日の土曜日、松竹系で全国ロードショーです。東京タワーとネズミ男。これ東京タワー、これね、もし見逃したという方がね、テレビにいらっしゃった、これやっぱ DVD になりますから、これはもう大変素晴らしい。これ素晴らしいですよね、作品になってますからね。あ、じゃあ見た。僕見ましたよ。どうだった？あのね、やっぱ、あの、口が臭いシーンとか。それは、それネズミなんだよ。あ、違うのあれ。ネズミ男の話。うん。東京タワーの話をしてんのよ、今。東京タワー。あ、行ったことあります。行ったことあります。あんな、あんだろ、それぐらいあんだろ。東京でしょ、みたいな。あると思うよ。どんなリアクションあると思うけど、ドラマ東京タワーを見たかっていうところを聞いてるんじゃない？見ましたよ。見たでしょ？九州弁とかもさ。そう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 。高田も見てくれたんでしょ？当たり前だよ。ね、どうでした、ドラマ。あの、おかんがキキキリンだろ？評判良くないですね、このラジオね、あんまりね。まあ、こういうラジオを聞いてる皆さんもね、このぜひ私のラジオも北海道でしか聞けませんけど、聞いていただければね。今度、サンサンサンデーでね、このビバリ、この高田さんのラジオのね、悪口散々言ってやりたいと思ってますからね。